間の理解を変えるべきか、あるいは感覚を優先するべきか。ゲームの姿とは、意外と深刻な対立をまだ内包してるかもしれない。ともかく一般論、テレビゲーム、それは、ちょっと恥ずかしい、趣味だ。主に男性向けの娯楽、部屋の中で、テレビを、相手に、何か、してる、そんな文化。これはスポーツなんです。それは、どうだろう。今の決着で言うと、テレビゲームはスポーツになれない、わけで。あくまでも、ショーだ。ゲームを題材にしたエンターテイナーか否か、だ。この領域の、プロ、に求められるものは、うまい下手は、関係ない、面白いかどうか、でしかない。しかし、世界は e スポーツ、テレビゲームに、妙な権威性を。この先に、現実の仮想の戦場、それはある、でも、戦争、だ。戦争はスポーツにはならない。何かを殺す。